はようございます。ここは早朝の、かつて東北の玄関だった上野駅です。唐突ですが日光羊羹を食べたくなったので、日光に行きたいと思います。それで、どうやって日光に行くかなんですが、おそらくここ上野駅からだったら、高速バスとか、常磐線で北千住まで行って、そこから東武線とか使ったり、あとは徒歩で行く勇者もいるかもね。ですが私は、JR だけで行きます。実は JR にも日光駅がありまして、こんな感じで、宇都宮線で宇都宮まで出て、そっから JR 日光線に乗り換えることで日光に行くことができます。一見遠回りに見えるかもしれませんが、宇都宮では美味しい餃子をいただくことができますし、何より私は JR 全線の普通列車が乗り放題になる青春18切符を持っています。これを使ってケチって日光に行こうという動画です。それではここは常磐線特急ホームですので、宇都宮線ホームに移動しましょう。エスカレーターで3階に行きまして、1階の常磐線特急ホームから脱出です。ところでこのホーム1日に何回くらい使うんでしょうか。上野始発の時は日立もめっきり減りましたからね。発車表には2時間後の8時30分発勝田行きの特急がありました。1日まばらな数の特急が出発するだけであとは回送とか、上野駅の地平ホームもかつては寝台特急の出発で賑わっていたんだろうな。乗る電車は、2階の今も活発に使われているホームから出発します。快速ラビット英語だとラビットサービスラビット、うさぎさんの快速列車に乗ります。それでは電車が入線します。多分 E231 かな?それでは乗ってきましょう。ここで申し訳ないんですが、グリーン車に乗ったのですが車内が割と混んでいたので、映像は浦和からになりますすんまへん。ということで浦和に着きます。埼玉の中心といえば新幹線もある大宮っていうイメージですが、浦和の方が県庁に近いです。今はだいたい7時くらいなので、特に東京方面はまあまあ混んでますね。まあ私はグリーン車で快適に着席。そういえばさっき快速ラビットって言いましたがその説明がまだでしたね。快速ラビットっていうのは、宇都宮線東北本線で運転されてる快速のことです。あ、宇都宮線っていうのは東京から黒磯までの東北本線の愛称で、栃木県知事が宇都宮線って名前にしてよってねだったからこう呼ばれてます。で、宇都宮線には昔は特急がいっぱい走っていましたが、新幹線開業によって廃止になったため、それの名残で速い電車を運転させようってなったので快速ラビットができたのでした。そのため、停車駅は東海道線の自称快速よりは絞られています。今の停車駅はこんな感じ、小山まで通過駅があります。どっかの快速とは大違いということで浦和を出発埼玉新都心という高輪ゲートウェイよりは控えめな駅は通過。次は埼玉県最大の大宮駅です。もう少しで大宮駅のところまでカットしました。大宮駅は新幹線との乗り換え駅であるというのもそうですが、昔から大きな駅でした。仙台、青森、札幌へ向かう東北本線と、新潟、長野、金沢へ向かう高崎線新越本線との分岐駅だからです。長距離特急列車は基本的に当駅に停車し、各方面へ分かれていったのです。今は在来線の特急はだいぶ減りましたが、新幹線だって東北と上越の分岐駅になってます。お、これは数少ない高崎線特急の赤城ですかね。最近新型車両になりました。まあまあレアかな。無数の分岐器を踏んで大宮駅に到着です。私は宇都宮に行くので東北方面への線路へ入りました。ちなみに大宮駅で横を走る京浜東北線は終点ここからはのどかな風景が広がります。ちょっとカット。はい、だいぶ田畑が広がるようになりました。ちょっと曇ってない?ここで日光をめぐる国鉄と東武の争いについて説明しましょう。今でこそ日光へは東武が圧勝ですが、昔は国鉄も急行を運転して競争していました。その日光戦争が始まったのは1929年から、東武が日光へ線路を伸ばし、観光特急を走らせました。これに国鉄はビビって日光線経由の特急を走らせます。まあでも東武の方が圧倒的に距離が短いし電化されてて、国鉄は宇都宮でスイッチバックしないといけないから、時間的には東武の方が全然早かったのですが、こんな感じで東武と国鉄はそれぞれ特急急行を走らせて競争していきました。しかし国鉄の財政が悪化し、競争なんてしてる場合じゃなくなり急行の運転が廃止されました。その後はお察しの通り東武の独占市場になったのですが、東武にも問題はありました。それは、ターミナルの場所が不便ということです。東武線の特急に乗る場合、基本的には浅草や北千住に行く必要があります。そこで東武が画策したのは、JR に直通するということでした。それに国鉄爆発によって生まれた JR 東日本は OK を出し、相互直通運転が始まりました。JR としても高速バスなどよりも、日光へ早く行けるよという宣伝になるからでしょうか。競争から協調の体制に変わったわけです。でもどの駅で直通させるの?って思ったかもしれません。それは、次通過する栗橋駅です。栗橋駅では、東武日光線と乗り換えることができます。昔は貨物の連絡線が両路線の間にありましたので、それを復活させて直通させることにしました。その連絡線が見えるはずなのですが。はい、反対側でした。
ということで栗橋駅を通過です。そして橋梁で利根川を渡り、電車は一瞬だけ魅力度ランキング最下位の茨城県を通ります。利根川というのは非常に川幅の大きな川ですね。大昔にここの線路を敷いた日本鉄道も建設には難儀したそうです。そして茨城県古河市に入ります。その市唯一の駅までカット、高架に入りました。茨城県で高架駅なのはここと筑波エクスプレスの駅ぐらいでしょうか。まあまあ大きな駅ですね。古河駅を出たらすぐ栃木県に入り、野木ままだは通過し小山駅に入ります。ということで小山駅に到着します。栃木県南部の主要駅ですね。水戸に行かない水戸線両毛線の乗り換え駅です。あ、新幹線にも乗り換えできるんだった。あとよくわかんないけど5分くらい停車しました。こっから先は各駅停車ですね。宇都宮に到着しました。餃子食べようって思ったんですが、あと20分で日光線が出発するのでパスします。ちょうど逗子行きが出発するようです。分岐器が進路にあるためゆっくり加速します。それでは2階のコンコースに行きましょう。到着です。宇都宮といえばこれですね。宇都宮 LRT、 今年の夏頃にできるんだとか。まだ看板には何も書かれてません。宇都宮 LRT については概要欄のショート動画を参考にしてください。そろそろ発車時間なので日光線ホームへ行きました。乗り過ごすと1時間待ちますからね。ご尊顔はこちらです。蜂蜜みたい。ワンマン運転なんですね。それでは乗り込んでいきましょう。ということで出発します。割と混んでて立ち席確定でした。まあ後面展望取るからいいんだけどね。宇都宮出発です。宇都宮を出たら都会的な風景が広がります。ここで日光線の説明をば、さっきの説明と重複しますが、東武よりも歴史は古く、1890年に開業しました。開業するまで宇都宮までは汽車で行き、そこから人力車を使ったとのことです。上野から宇都宮まで4時間、そこから日光までは5時間かかっていたわけですね。これじゃ不便だろと思ったのかはわかりませんが、日光鉄道株式会社というのができて、日光まで線路を敷くことになりました。それでなんやかんやあって日本鉄道が計画を引き継ぐことに。そうして今の日光線が誕生したわけです。今は宇都宮から日光は45分ほど、便利になりました。鉄道だと意外と短いんですね。短いつながりで思い出しました。この電車、3両しかないんですよね。だから始発の日光の時点で私は座れなかったわけです。ちなみに朝のラッシュ時でも短い3両なわけですから、積み残しが起きてしまったようです。乗れなかったら次の列車は30分から1時間後です。これが原因で学校に遅刻した学生もいるのだとか。もともとは4両で時間3本あったからね。それはさておき、今は線路3本が並走しています。左から順に今乗車している日光線、宇都宮線宇都宮方面、宇都宮線上野方面となっています。日光線は宇都宮駅を出発してからはしばらくは宇都宮線とべったりイチャついて走りますが、しかし自我を取り戻したのか2キロほど走って分かれます。それがここですね。電車は車体を左に傾かせ、西へ日光へとカーブします。カーブが終わったあたりで、線路は堀割の中に入ります。そうしてここで線路が2つに分かれます。この飛行線は単線なので、上り列車と下り列車がすれ違うことのできる場所が必要なわけですね。このように列車交換のできる駅を交換施設と呼びます。そして電車は次の通過駅に到着します。宇都宮駅からは6分くらいです。ローカル線としては平均的な駅間ですかね。そして次は鹿沼駅、2駅目です。宇都宮の隣、9万の人口を誇る鹿沼市唯一の JR の駅です。遠距離需要こそは東部の新鹿沼駅に負けていますが、宇都宮市など近距離輸送は JR が重宝されています。そのため、宇都宮や鹿沼の需要は結構あり、多くの人が利用します。そんなところで3両の電車ぶっ込んだら、えらいこっちゃですね。そんなこんなで分岐器を通過し、鹿沼駅到着。ところが分岐器とホームの端まで距離があります。これはかつて上野発の特急が運転されていた名残でしょうか？それにしては長すぎますね。これはおそらく、昔に貨物列車が運転されていたことの名残でしょう。ちなみに左に7両の停止目標があります。そして鹿沼駅に到着です。この駅で20人ほど降りました。まあだからといって空席ができたわけじゃないですけど、この駅を出発するとより一層ローカルな雰囲気が漂ってきます。ちょっと足が痛くしばらく森の中を走ります。そして次の駅の名前はこれです。これでふばさみって読みます。まあまあ難読だと思います。なんでこんな駅名になったのかというと、まあ諸説ありますが、文手紙の受け渡しをした場所、っていう由来があるらしいです。ところでここら辺から日光市に入ってます。でもまあここから日光駅へは20分ほどあります。実は日光市は日本で3番目に大きい市であり、栃木県の4分の1くらいを占めているのです。ちなみに1位は南と北で違いすぎる県の高山市、2位は望みがスルーする県の浜松市です。まあどの市も合併によってブクブクと面積を広げていった結果です。ということでふばさみ駅到着です。
例のごとく交換可能駅です。まあしなかったけど、しばらくこんな感じの風景が続くんでカット。次は今市駅です。日光駅の隣で、日光線最後の途中駅ですね。一応東武線の下今市駅と近く歩いて乗り換えができますが、しかし、車内放送では乗り換え案内がされませんでした。今市駅で乗り換えをするのは今市。東武の下今市駅は日光方面と鬼怒川温泉会津方面への分かれ道になってます。会津方面を通る特急リバティ会津は運行距離が日本2位の特急として有名ですね。浅草から会津田島まで走ります。ちなみに1位は近鉄の特急島風です。そっちの方が5キロほど長いです。そうして今市駅へ到着。ここで観光客と思わしき客が数人下車しました。登山とか行くのかな。そして次はいよいよ日光です。左に線路一本が見えてくると、日光駅に到着です。これは有地線で、使ってない車両を止めておくものだと思います。そろそろこの旅も終わります。日光駅に到着です。それじゃあ降りてみましょう。日光に着いたぞ。看板や駅名標がレトロになってますね。観光客向けですかね。私の乗った車両にも外国人観光客が何人かいらっしゃいました。それでは18切符を入人改札で見せて、出場しましょう。出てみました。駅舎がピンクなんですね。ザ観光地の駅って感じです。この駅舎の2階には国鉄時代に使われていたホワイトルームっていう偉い人が使う待合室があります。中にある緑の窓口は外国人観光客でごった返していました。東武ほどではないですが、観光客もまあまあ使ってるんですね。ということで JR だけで日光に行った感想ですが、東武とは違う景色があって非常に楽しかったです。普段東武で日光に行っているという人はたまには JR で行くのもいかがでしょうか。宇都宮で途中下車しても楽しいと思いますよ。日光に早く行きたい人は東武でいいと思います。それではここら辺で動画を締めます。チャンネル登録高評価コメントをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。